まあ、やはりあの過去にあったハッピーモーテルというユニットで、まあ、遠藤選手と竹下選手を一番近くで見ていた、ね、成長過程にある2人を見ていたわけですよね。さようでございます、いやなかなか感慨深い瞬間ですよね、うん。まあ、竹下選手も遠藤選手も本田選手からは数多くのことを学んだと。そうでしょうか、言っていました。いや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 、わからないですけども、兄のように父のように友人のように接してきた竹下選手と遠藤選手と本田選手、それが今この大田区のリングでトライアングルのように絵を描いています。さあ左来ましたね。始まりました。 KOD ムサルス級選手権チェーン60分一本勝負です。チャンピオンは遠藤哲也、チャレンジャーは竹下幸之介です。さあまずは本田選手、はい、このタイトルマッチ行方どう占いますか。そうですね、遠藤はやっぱりチャンピオンに抑え込んでいきました。それを切り返すふさわしい個性というものをやっぱり手に入れてると思うんですよね、はい、でそれってすごい勢いだと思うんですよ。あ、ちょっと待って、ロープロール、あー、これはまあでもこういうところもやっぱりね、彼の魅力の一つになってますからね。なるほど。だからその個性というかそういうものが出てきた選手っていうのは、まあ、勢いにつながっていると思うんですよね。さあ抑え込んだ、これは面白い攻撃だから、その竹ちゃんの方がやっぱり個性的な面ではですね、早めにまあ醸成した選手であり、はい、遠藤はやっぱり、まあ、遠藤哲也のその素っていうのはやっぱいい子だったわけですよね、はい、それがやっぱダムネーションに入ることによってプロレスラーとしての個性が出てきた。うん、そこにやっぱりこうどんどんこう強みが出てきてると思うんですよね。だから勢いは遠藤ありますね。なるほど、はい、しかしながらやっぱり竹下もう今や若手ですけど百戦錬磨と言っていいでしょう。そうですね、特にですね、そのチャンピオンシップにかける集中力っていうのはやっぱ人一倍あるんで、やはりこれはどちらも予断のならない展開になると思いますね。さあもうゴングが始まってからスリリングな攻防が続いています。でも遠藤選手の体は負傷明けとは思えないぐらいシェイプアップしてますね、まあ、素晴らしいですねこの肉体は。負傷は確かにしたという情報は入ってるんですが、驚異的な回復力です。本当ですね、さあ遠藤哲也にとっては王者として初めて竹下幸之介を迎えるシチュエーションです。まあ、過去に2人の戦いというもので目立つものだと2017年、約、ですね、遡ります、60分のフルタイム、フルタイムありましたね、はい、でそこからその後の 8.20 両国大会での名イベントタイトルマッチ、その時は竹下選手が王者でした。そうですね、はい、そして遠藤と竹下がたもとを分かつきっかけとなったタイトルマッチでもあります、はい、まあ、それ以降ね、やっぱりこう遠藤はチャンピオンとしての経験も積んでますからね、はい、やっぱその時との状況とはやはり違うと言いますか、まあ、でも遠藤選手もまあ旗から見ていますと、まあ、ダムネーションの存在もあるんですが、はい、まあ、一つ一つ確実に本田選手が言うのはキャラクター、個性、もちろんダムネーションのが彼の個性をその肉付けしたとも言えるんですけど、その中でやっぱダムネーションの中でもやっぱ独自のなんというかマイクパフォーマンスとですね、はい、振る舞いっていうのはやっぱこう彼が持ってたものとダムネーションが与えたものっていうのが非常にこう相乗効果を与えたってことだと思うんですよ、ね、だから非常にやっぱり、まあ、ハッピーモーテルでチャンピオンにしてあげられなかったっていうのはありますけども、はいはい、やっぱダムネーションと彼遠藤哲也ってものがスイングしてるっていうのは確実にありますね、はい、だからそれがやっぱ一つのヒールファイト的なものなのかもしれませんし、はい、そのなんていうかそのヒールファイトがもたらす感情みたいなものが遠藤哲也のポテンシャルをさらに呼び起こしたとも言いますね。お、その遠藤哲也がコーナーパットを発動しています。これはもちろん松井レフリーがチェックに入る、まあ、これもどこまで遠藤哲也が本気なのかは分かりません。
まあ、あとですね、やっぱそのキャラクターとともに蓄積していくともにどんどんなんかその自信に満ち溢れているプロレスラー、遠藤哲也。やっぱりこうキャリアを積んでいく上で、あとはこの自信と肉体とのなんというか、自信が肉体に現れて肉体が自信に現れるみたいなところがありますね。ああ、ノブがこの間にコーナーパットを取っています。不気味です。でもベルトを取ってわずか3ヶ月でこの風格っていうのはやっぱり立場が人を変えるんですね。でなんか対照的なのが、まあ、竹下選手は非常に早い段階からなんか確固たる自信みたいなものを身にまとっていましたよね、はいはい、これはやっぱそう見た目通りのやっぱ彼の強さなんでしょうか。そうですね、竹ちゃんはやっぱり生まれつきの騎乗部みたいなところがありますからね。ただやっぱ遠藤はそういった部分でやっぱ生まれ持った優しさみたいなものが表に出ている選手でしたよ。でもやはりそこはダミネーションとの出会いでしょうね、うん、そこによって本当にレスラーとしての真の強さが出てきてしまったというか、まあ、ポテンシャルはね、肉体的ポテンシャルはもう一級品ですもんね、遠藤選手。その部分でハッピーモーテル時代には私は遠藤選手にですね、そういったことを教えれなかったのかもしれません。いや、ハッピーモーテルにはハッピーという目を埋めましたからね心を育みましたありがとうございます。ただここでもう片方のニュートラルコーナーは鉄骨が抜き出してしまう。これ非常に危険です。空中でキャッチしてパワースラムです。めちゃくちゃですね。想定できないですよね、ああいう開始は。まあ、竹下幸之助もこの試合には絶対的な自信 100% 勝つって言ってますからね、はい、DDT 最高品質の試合を今日このメインイベントで見せると。まあ、その竹下の自信というものがこれまで彼が歩んできたキャリアからまあ導き出されているものなのは間違いないでしょう。2012年8月18日デビューしています竹下幸之助。武道館デビューですもんね。キャリアは7年。やっぱりそういった部分で遠藤がですね、ずっと竹下に対してはコンプレックスを感じた部分あると思います。あ、なるほど。やはりそれが反転してですね、やはりこいつには負けられないんだと、この竹下には負けられないという思いがやっぱ強いと思いますよ。そういうあの反骨心みたいなものが、素の自分とは違うキャラクターへ転向させるによって強まったと思いますね。なるほど、遠藤選手は同じく2012年ですが4月デビューということで竹下選手より4ヶ月早い、はい、でもデビューしたのは後、まあ、楽園ホール、まあ、タッグマッチでした。なのでやっぱり竹下っていうのは非常にやっぱ団体からの期待大きかったですからね。そういった意味合いでやっぱ遠藤が竹下に対する気持ちっていうのはやっぱりその底知れるものがあると思いますね。弊社の、 あのプロレス大賞史上初の高校生新人王ですからね、はい、多分今後も破られないんじゃないですかこの記録。17歳でデビューしてますからね、でも竹下そのプレッシャーの中でしっかりと結果を出してきたという自負があります。竹下にしか分からないプレッシャーや辛さみたいなものが絶対にあったはずなんです。そうだと思います、はい。まあ、様々な事情、様々な思い、様々なそのストーリーがあるにせよ、今日確実に言えるのは勝った者が DDT のチャンピオンになり、そして DDT の顔になります。自分は未だベルトがなくても TOD 無差別のベルトがなくてもチャンピオンであると、エースであると、そう豪語します。竹下幸之助、遠藤も同じようにベルトの価値というものはレスラー存在そのものが決めると言っています。その価値を決めるタイトルマッチを今日この大田区で見せ、そして自分こそがその価値にふさわしいものであるということを証明できるか遠藤哲也。前半戦やっぱりですね、竹下選手は固め技を有効的に使ってますね。まあ、こういったボストンクラブ、この辺先ほどのキャメルクラッチですとか、やはりですね、挑戦者ながらやっぱ王者的な戦い方っていうのはやっぱりしっかり心得てますね。これはどうなんでしょう、もちろん勝ちに向かうための作戦だとは思うんですが、やはり前半スタミナをやっぱりこう奪うという点でやっぱ定石なんですけども、それがやっぱりこうなんていうか王者の
ペースと言いますかね、まあ、竹下のプライドの一つでもあるんでしょうか、はい、ただ着実にダメージを与えてますよね。そうですね、そういう地味な攻撃を、はい、でもね、チャンピオンの遠藤哲也も多分そこら辺の竹下の心理というものは分かってると思うんですよね、はい、遠藤の方もですね、やっぱり一発逆転するいろんな飛び道がありますからね、ただこの打撃戦ではやっぱり遠藤のちょっと体の芯は触れてますね。あー、なるほど、やっぱり効いてますね、はいはい、そして純粋その肉体の大きさから言ったら、まあ竹下の方がありますし、はい、パワーもおそらくそうですねあるでしょう。とにかくどちらも絶対的に遠藤選手も竹下選手も自分の肉体には自信を持っています、はい、さあ遠藤がこれもよく見ています。さあセカンドロ、いや違います。おお、あった。相手の動きを集中してよく見ている竹下幸之介。おっと、あった。おカウンターダイナミック。そうですね、これは読み合いですね。もう2手3手先を読み合って詰将棋みたいな。そしてここで飛んでくるのか、出ますね。さあ、うわ、竹下が行かせない。おお、よく見ている。ドロップキック、あくまでも行くか。遠藤哲也、サスケスペシャル、いやー、哲也スペシャル。一体何回ひねったんでしょうか、すごいな。人の体はああいう風にして場外に飛べるものなのかと。いや、このひねりの回数がやっぱり彼の気合の表れのような気がしますね、はい、そうですね。そしてやっぱり痛めた足首、これはもう万全の状態になっていると言えますね。まあ、伊勢専用とプールプロレスで痛めたと言われてますが、はい、何も心配はなさそうですね。これだけ飛んでひねれてればもう万全じゃないですかね、はい、一発で流れ変えちゃいましたね、はい、いや、これですよ、流れ変わりましたね。飛び道具で竹下幸之介ももちろん空中殺法はありますが、はい、遠藤哲也のそれははるかに竹下の上を行っています。スワンダイブ、これはよく見ている。あー、フェイント。こういった竹下にはインサイドワークがあります。スワンダイブのエルボーアタック、カバーに、カウントは2。まだ力強いキックアウトを見せます、チャレンジャーの竹下幸之介。ここから遠藤を流れに持ってきたいですね、うん、まさに這い上がってきた、絶対お前の隣に立って、そしてさらに追い抜いてやると遠藤哲也は宣言して、その通りの今立場になっています。でも、まあ、そんな劣等感の中から遠藤は竹下の上に行ったと思いますが、竹下幸之介もまた人知れぬ、そして想像を超える努力を積み重ねてこの地位を手に入れました。本当にプロレスに対する研究は貪欲らしいですね。お互いすごいですね、竹ちゃんもすごいですね。うわー、ガチされた。よく見ています。 GDT、 カウントは2です。まあ、もともとはね、まあ、そのハッピーモーテルで同じユニットだったし、タッグパートナーですからね。そうですね、やっぱりお互いのことはパートナーとしてね、うん、やっぱり分かってる。この竹下と遠藤は過去に KOD のタッグのベルトを巻いたことがあります。もうパートナーとしても敵としてももう十分2人とも承知ですよ、うん、はい、おネックロックですね。キックアウトした瞬間にネックロックで捉えました遠藤哲也。これは有効だと思います。切り返しの一つ一つがやっぱりなんかもう新しい時代のプロレスだなっていう感じですよね。これやっぱり遠藤がですね、抑え込んでやっぱ自分のスタミナもやっぱ回復していきたいところですね。息を整えるという、はい、有効だと思います。遠藤は
飛び技が得意なんでたくさん動くことが多いんですけども、はい、こういうふうに緩急入れるととってもいいと思いますね。あ、なるほどなるほど、はい、アマスロー、さあ来たぞ、これも立てした、あバックブリーカー、これ今ブルーサンダー行くかと思ったんですけどもね、これで遠藤の動きは少し止まったかもしれないですね。しかも本田選手、はい、あのね、さあこれちょっとリプレイで見てみましょう、相当深く刺さってますよ、うわ、腕、あ、受け身取れない、肩、肩から入ってますね。これがあの本田選手が指摘してた最初のボストンクラブとか、そうですね、キャメルクラッチ効いてきますね、はい、また固め技いくか、これはこらえた方がいい、エンドはですね、逃げたいですよね。片腕で腰をかばっています。なんだなんだなんだ、場外出しますよ、うわー、え、うわー、考えられないな、これ今すごい音しましたよ、ちょっと頭を打った可能性はありますね、考えましたね、縦下コーナー流血してますね、あ、遠藤は頭を切ったようです、これ衝撃で多分頭切りましたね、エプロンに多分頭から直してます、リバースのフランケンのような形でエプロンをしたんですかね、まあ、おそらく竹下幸之助がこの遠藤哲也を場外戦に刺そうとしたんでしょうね。なるほど、それにしてもすごいな、これちょっと一瞬ドクターのチェックも入りました、あ、切れてますね、さあチャンピオン、まあ、本田選手やっぱこういうね、はい、まあ、本人が予期せぬ、はい、まあ、ダメージを負った場合どうやっぱ踏ん張るかっていうのはね、不利ですけど、不利ですけど意外とやっぱ流血が無駄な気合を生む場合もあります。お、これ私も経験上ありますね、本田選手も鬼神のごとく、はい、チルレになりながら戦いましたよね、なんていうかアドレナリンがやっぱり、うん、ああなるほど、はい、だから打撃強いですよ今エンド、さあなんだなんだ、ちょっと待ってちょっとちょっと、いやこれ実況席はまずいです、実況席はまずい、このまま本田選手の目の前で竹下選手を叩きつけようというのか、あ、チャレンジャー竹下選手はまたエプロンを使いましたよ、今ブレンバスターのように投げて遠藤哲也の腰が、ご覧ください、思いっきりエプロンサイドに叩きつけられました。これはもう一進一退ですね、これ本田選手ちょっとかなりやっぱ竹下選手も、いや厳しいモードに入ってますね、そうですね、今日で決着をつけようということか、ブルーサンダー上げれるか、あ、この時間がこれは効きますよ、入ったボストンクラブ、これはきつい、デビューした当初はウォールオブ竹下とそんな名前でも呼ばれていました、この時間帯の逆闘はちょっと厳しいですね、やっぱり徹底的に竹ちゃんはですね、はい、遠藤の動きを止めていく作戦ですね、これはきついですね、であとなんかその本田選手が、ね、王者のように戦うっていうのはなんかね、はい、本当にそんな感じですよね、はい、これやっぱりね、竹ちゃん相当プロレスを見てますけど、はい、最終的にやっぱり非常にシンプルなプロレスの王者の戦いに戻ってるってところは興味深いですね、なるべくそぎ落として、そぎ落として、それですね、やっぱ飛び道具が得意な遠藤に対するこの方法を持ってきたっていうのも非常にやっぱり興味深い、それ遠藤選手気づいてますかね、そうですね、やはりもう体で気づかされてますよ、そろそろとなると遠藤は危ないですよ、ピンチですね、キャッチした、さあザーヒーをキャッチして、キャッチしたぞ、どうするどうする、お、おめでとう、投げっぱなしでいく、強い竹下幸之助、膝と膝を合わせた、そして腹つ
ンドスプリングオーバーヘッド。まだ動ける。さあここからは遠藤のターン。勝負をかけるか。行く。上がらない。これだ。上がらない。トーチャーラック持ち上げられない。やはり飛び技はいきますけど、相手の体を持ち上げる感じの技はですね、ええ、やはり力入ってないですね。もうちょっと時間必要ですかね、はいはい、さっきのエプロンの一撃ですかね。やっぱりそれとやっぱりボストンクラブ効いてます。あ、そうですね、はい、前半からの固め技効いてますね。ということはトーチャーラックボムが打てませんよ遠藤は、はい、いや、あの飛び技で決める前の大事な技の一つではあるんですが、おーとーせー、ここでダムネーションの顔が出てきたぞ。そう、遠藤が新たに手に入れたもう一つの力、ダムネーションの力、カリスマの帝王学。おお、ユルゲンラリアット押されない、必ず押し返す、チャレンジャーの竹下幸之介。ロープに走る、徹夜インザスカイ。これは決まりましたね。綺麗にいきました。ここからです。ここからが重要です。腰を痛めてるとなるとどういう風に試合を組み立て直したんですか。やはりですね、遠藤も大変今ダメージあります。だからこれからどういう技を選んでいくか、これによってですね流れは大きく変わります。まあでもやっぱ遠藤選手としては最後シューティングスター狙っていきたいですね、来ますかね。あ、でもやっぱ飛び技というものはね、残りない、まあ、トップ選手同士になると本当にリスクが高まりますからね、はい、さあ登るか、行きますかね、行けるのか。いや、しかし無理だ。竹下が行きます。これはでも、はい、遠藤選手飛び技狙っていくしかないかもしれないですね。これは何だろう、さあこれ何か引っかかってますね、ロープとコーナーの間に。それ、おー、落とした。よく返しました。やはりここに来て竹下選手の技のバリエーションが異様な増え方をしてます。いや、なんかね、強さを感じますね。研究がすごいですね、あの従来のプロレスの技に全く束縛されてないですよね。そうですね、発想が全然違いますね。まあこういった部分で竹下は言っていたのかもしれません。世界に誇るカード、プロレス界、今のプロレス界とは次元の違う戦いを見せると、別格の戦いを見せすると、そんな竹下幸之介の予言が現実のものとなりうるのか。なんだなんだ、おリストを取って打たせない、フィンガーロックですね。これはフィンガーロックですね。遠藤が決めてます。遠藤選手がフィンガーロックで竹下選手を悶絶させています。いや、まさかここでシンプルなね。いや、うわ、なんだ。しかしこれは、人手なしドライバーから、そしてフェイスバスター、竹下驚異の3連コンボ、投げコンボ、決まったか。カウント、すごい3連打でしたね。これは強い、強いですね。これは強い。おそらく遠藤の研究、そして遠藤の予想を上回ってますね。あんなの見たことないですよ、いや、どれだけこのタイトルマッチに向けて竹下が備えてきたのか。さあ竹下がとどめを刺そうとしている。手に入れたこの武器、ファブル、カウンターのシュトダンボムから、さあ上がった、トーチャーラック、カバー、カウントは2カウント。しかしチャンスだ。どうする、どうする、飛びますか。飛びますね。遠藤は前を向こうとしている。さあシューティングスターか、それともファイヤーバードか、どっちだ。シューティングスタープレス、
完璧だ。おお、決まりません。高橋選手の顔にも血が映ってますね、これ遠藤選手の出血ですけど。さあこれはここで来たゆりかもめ、変形ゆりかもめ。しかしですね、はい、遠藤の持ち手がですね、やっぱシューティングスター返されるときついですね。確かに。ただここで彼がまたこれに上回る何かを用意している可能性もあります。ああなるほど、はい。おそらく竹下選手もモール落とする意識の中使いシューティングスターを返したっていうのはね、はい、ありますよね。ありますね、遠藤の一番大きい技を返した、これは一つのチャンスでもあります。わさあ今度は首を固めて、とりあえず一番の危機を乗り越えたってことですもんね。相当効いてますね竹下も。あさあここからここで何を持ってくるかですね。まあ、本田選手はにすればこの遠藤選手が竹下幸之介から勝利をつかむ最後のピース、次の一手が勝敗を分けると思います。次の一手です。でも竹下選手はまだ残ってますからね。そうですね、パブルもきれいに決まってませんし、ぶっこ抜きジャーマンもあります。何を狙うんだ、考えろ。考えているチャンピオン、そうチャンピオンは遠藤哲也です。さあ何を狙う、打ち合い乗るか。遠藤も相当疲れてますね。乗った、お互い意地でいけ。さあこのね終盤でのエルボーの打ち合い、まあ、本田選手もねよく最後の殴り合いに持っていくところシーンがありますけども、ですね、まあ、殴っていけばいいんですよ。殴って殴ればいいんです。一番シンプルに。もう困ったら殴ればいいんです。戦いの最初の形。殴り合い。ほら。もう本能だけですよね。やっていけ。ああ。引かされました竹下幸之介。ここでもう一つだ。何を持ってるチャンピオン。何をやるんだ。ここから上げるのか。上げさせません。ちょっと攻めあぐれてますね遠藤も。そうですね、なんでチャンピオン迷ってるんですかね。迷ってますね。今のエルボー強烈でしたね。迷ってる間に竹下式チャレンジャーは前に進む。ガード抑えろ抑えろ。ハットザヒー、ラリアット、遠藤がラリアット打ち出しましたね。まあ、カウンターでしたね。こういう感じで行くしかないですね。もう30分手前で振り出しに戻っちゃいましたね。ガンガン行くしかないです。さあどちらが先に立ち上がるのか。もうお互いの作戦が意味をなさない時間帯に入ってきてるのかもしれません。ああそうですね、はい、行くしかない。もうここはもうプロレスラーとしての本能、もうね行ってしまえば気持ちですよ。気持ちで精神魂、そうだ心、行け、育んだ心、心で、ね、背中向けてます。背中この場面でわざとから、わざとちょっと待ってください。鉄骨出てますからね、あっちのニュートラルは。なんだなんだこれは、狙ってます。あ脚力を使って鉄骨にぶつかった。ただでさえ止血しているのに竹下がこの不安定なコーナーパットのないトップコーナーを狙いましたが捕まえましたね。捕まえたはいいが、やはり何をしたらいいか分からないところですね。遠藤は何をしようとしているかも見えてきませんね。捕まえろ。チャンピオンがうめく、あそして落とされるチャンピオン、オーバーヘッド絞り出す、入りましたね。チャンピオンが技を絞り出していく。さあもう失敗は許されない。何をする、なんだなんだ、竹下がカウンターだ。あートップコーナーでカウンターだ。何をやる、シカゴスカイライン
技。いやー、やはりいや引き出しがすごい。そうですね、あらゆる切り返しを考えてますね。そして全て竹下はやっぱり過去の戦いというものをね、一つも無駄にしてませんね。そうですね。さあ見せるか、ベルトをその腰にファブル、決まった。初めて竹下が勝利を確信した。当然いきますよ、もう出し惜しみはしません。クロスアーム、あの2年前と同じように、両国と同じように、いや違う、お、なんだなんだなんだ、カナディアンデストライヤー。何を行くんだ、何を行く、なんだ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 、これはカリスマ、いや違う違う、ペディグリではないですね、ペディグリではない。あ、腕をロックしてのカナディアンデストライヤー。チャンピオンもまだカナディアンデストロイヤーですね、残してましたね。いやー、やりますね、いきますよ。さあもう一発いきますよ、シューティングか、今度こそシューティングか、それとも何が出るんだ、シューティングか。チャンピオンがにゃ笑った、決まった。そしてポストクラブ、ウォールズオブ竹下、まさに竹下の壁、ボストンクラブ、遠藤哲也の前に立ちはだかる、そびえ立つ竹下の壁。ここでボストンを持ってこれる本田選手、いやこれは逃げれるか、手を伸ばす届かないと下る、あーこれは厳しいな、いやこれは決まる、取った。勝ったのはチャレンジャー竹下幸之助、新チャンピオン誕生。 DDT25 周年記念大会、両国国際大会決定です。